なるほど。それでこの3人なんですね。僕を選ぶとはさすがだな。その期待は報われるぞ。期待していますよ、マクシムさん。さて、まずは風車が見える御茶楼を目指しましょう。やっ、覚悟しろ。えっ、だっ、えっ、うーん、遊撃、遊撃か。はっ。どうしました、マクシム。いやな、バネッサ君、遊撃とは役目を定めない枠だろ。そうですね。役目がないというのがな、どうにもやる気が出ないぞ。そこはこう考えましょう。遊撃とは臨機応変にして変幻自在。これぞまさに少数精鋭のブレイズならではの任務とね。これでな、どうだ。やっ、よっ、遊びは終わりだ。覚悟しろ。よいしょ。えっ、と、しかしそのなんだ、まるで雑用みたいじゃないか。英雄集い相打つ戦場でこそ僕の有名も響こうというものを。確かにマクシムさん好みではないかもしれませんね。けれど人知れず自軍を支えた勝利の立役者というのは、ん、それはいいな。きっとあなたの技が必要になります。頼りにしてますよ。ライバルに頼られるか、悪くないな。うん、覚悟しろ。おお、風車が見えてきたな。マクシムさん嬉しそうですね。確かに任務中とはいえ、いい警官には心が洗われます。そう言ってもらえるのは嬉しいですね。あなたを選んでよかったです、バネッサさん。わ、私を選んだ。どうかしましたか。いえ、言葉の響きに少々戸惑いました。おーい、どうしたんだ。早くしないと置いていくぞ。そりゃ、そりゃ、おっと、悔しいほど完璧なタイミングだ。やっ、はっ。この辺り獣が多いようですね。えっ、ええ、ですがこちらから刺激しなければ襲ってくることはないはずです。マクシムさんはどう思います。ん、ああ、そうだな。獣風情などわざわざ戦う必要もなかろう。寮は貴族のたしなみだが、こんな場所では趣に欠けるからな。遊びは終わりだ。えっ、そりゃ、えっ、だっ、うわ、油断しましたと決める。はっ、やっ、そりゃ、やっ、遊びは終わりだ。
かいるぞ。我々を見て逃げませんね。確かに随分と興奮しているようです。てりゃまずいな。人を恐れない獣はいずれ人を獲物と見て襲うぞ。やはりそう思いますか。他に被害が及ぶ前に仕留めておきましょう。よかろう。我が弓の冴え見るがいい。そんな、やってくれますね。遊びは終わりだ。行きます。そんなやってくれますね。数が多いな。仕留め、この程度私たちなら問題ありませんよ。そうや、やっと決めます。あ、下がっていてください。ちゃ、甘いですよ、甘いですよ。えや、行きます。えここです。えせせさあ、お、さすがの立ち回りですね。あなたに褒められると嬉しいですね。やせい、行きます。じゃあこれでどうだ。せや、気をつけてください。気をつけてください。やった。ザクとしたのか。このひどく興奮した獣でしたね。腹でも減ってたんだろう。腹が減ったですか。どうしました？いえ、ともあれ少し休みませんか。私は戦ってお腹が空きましたし、幸いここに新鮮な肉もあります。食うの？獣のさばき方なんか知らないぞ。ああ、それは任せてください。それなりにたしなんでいますので。むむ、そこ知れないやつ。手伝います。マクシムさんは火起こしをお願いします。火起こしか。うめ、承知した。いい火を起こそうじゃないか。いやー、うまいものだった。元よりジビエは好むところだが、自ら狩り屋外にて食す。この野種たるやどうだ。マクシムはご機嫌ですね。何よりのことです。それに収穫もありました。先ほどの獣の口についていたものですが。何ですか？独特の匂いがしますが。何かの草から作った薬でしょう。私の予想では。いえ、素人判断は禁物ですね。ポワトゥ駐屯地なら薬に詳しい人もいます。調べてもらいましょう。そうですね。そんな、遊びは終わりだ。と、だ、せーい、遊びで、せーい、あ、はあ、遊びは終わりだ。せーい。しかしリュンヌも大変だな。前線に近いから帝国の侵攻を直で受けるのか。さとはいえ、衝突は散発的なもの。大規模な侵攻はありません。いや、まだと言うべきかもしれませんが。ええ、まだです。決める。よくもやったな。実際今回の私たちの任務も今後の大規模衝突を予想してのものですし。
ですから遊撃とはいえ期待はされていますよ。責任重大だな。ブレイズの力しっかりと示そうじゃないか。はい、頑張りましょう。覚悟しろ。数が多いですね。背中は任せましたよ。心得ました。たっはっ、さあ決める。決めます。たっ、はあ、油断しました。えい、せい、仕留めます。せい、そうや。さあ覚悟しろ。覚悟してください。せい、決めます。えっ、はっ、覚悟してください。せや、えっ、エンブリオ、あなたの出番ですよ。せろ、さあ遊びは終わりだ。いや、てや、ここです。たっ、いや、せや、行きます。行くぞ。せ、終わりです。お見事です。ところで、僕の火起こしは最高だったろう。ええ、マクシムさんは火起こしの達人ですね。野営の授業でも誰よりも上手でしたし。お、お、そうか、覚えていてくれたのか。うめ、さすがは我がライバル、大した観察力だ。この先もいろいろと頼りにしていますよ。任せたまえ。期待されるのは実に良い。はあ、っリュシアンはどこで獣の捌き方を。もうずいぶん前です。故郷の村に何でもできる先生がいて、いや、その方に多くのことを教えてもらいました。剣の持ち方に戦術、獣や魚のさばき方、まだまだ、それに美味しいリンゴの見分け方なども。リンゴですか。ええ、先生はリンゴを育てていたので。万事に秀でる人間はいるものだな。そりゃ、覚悟しろ。また獣か。帝国よりも自然との戦いだな。ええ、こちらの体力などお構いなしですね。と、行き、おや、もう疲れたのか。僕はまだまだ平気だぞ。いや、リュシアン、お下がりください。ここは我々で始末をつけます。いえ、大丈夫ですよ。お気になさらず。いや、気をつけてください。やってくれますね。さあ、さあ、マクシムさん、気をつけてください。いや、まだ来るの。と、行きます。頃合いですね。覚悟はよろしいですか。いや、さあ、せやと、そんな、言い出したな。そんな、ここからだ。やってくれますね。覚悟してください。じゃあ、よ、まだ、よくもやったな。いや、せい、疲れていませんか、マクシムさん。僕がこれ式で自分の心配をしたまえよ。はっ、せい、行きます。まだまだ、下がっていてください。ここからだ。せや、と、遊びは終わりだ。いや、行くぞ。行きます。と、エンブリオ、あなたの出番ですよ。それ、は、遊びは終わりだ。さっきの獣たちも異常に凶暴だったな。野生の獣が戦争で刺激されたりはしないはず。そうですね。
駐屯地に着いたらこのことも報告しましょう。やっと到着か。まずは作戦本部に挨拶だな。ええ、確か正面の建物でしたね。おお、若者たちよ、ポワトゥ駐屯地へようこそ。なんだ、まるで観光地みたいなノリだな。帝国と緊張状態だからって怖い顔してても仕方ないだろ。規律は守る、でもしかめっ面はしない。そんな兵士がいたっていいと思わないかい？なるほど、ええ、いいと思います。あえて周りの空気を緩ませる、それは大切なことでしょう。それができる人もまたとても大切だと私は思います。バネッサさん、なぜ私を見て言うんですか？任務お疲れ様です。いや、俺は物の出入りを見てるだけさ。前線で戦う仲間に比べれば気楽なもんだよ。そんなことはありませんよ。皆さんが物資を管理してくださるからこそ、前線の人たちは命を懸けて戦えるのです。嬉しいこと言ってくれるね。この駐屯地はシントとリュンヌの間にある。最近は物資や人の往来も盛んになってきたようだな。リュンヌで大きな戦が始まりそうだと感じること？いや、どうだろうな。そうなったらもう少し実戦部隊の姿も増えそうだが。なるほど、それならまだ大規模な戦闘はないか。その前に動けることをするのが私たちの役割ですね。異常に興奮した獣か。実はここ最近同様の報告が多数寄せられているのだ。なるほど、彼らの胃にはこのような残留物がありました。ふん、これは私の専門外だな。隣の医療施設にクス氏がいるから、そいつに見てもらってくれ。はい、わかりました。これは興奮剤ですな。原料はイモーテルフラワーですが。ただの香辛料が興奮剤に？何事も使い方一つで毒にも薬にもなるのです。イモーテルフラワーも量と使い方によっては人間も獣のように興奮させるでしょうな。恐ろしいな。なるほど、ではその効果を打ち消す薬はありますか？左手の門の先に薬草が自生しています。それを材料に鎮静剤を作れますよ。なるほど、では植物採取といきましょう。薬草は左手の門の先でしたね。ええ、行きましょう。
ああ、諸君はブレイズの学生だな。いや、見るからに立派な若者だ。いずれ名のある聖魂騎士になるんだろうな。そうか、わかる人にはわかるんだな。マクシム、絶好調ですね。いや、本当に彼の言う通りだよ。期待に添えるよう頑張ります。そこの者たち、どこへ行くつもりだ？この先に薬草があると聞き、それを取りに。ああ、もしかして派遣されてきたブレイズか？この先は獣が出るから気をつけるといい。お気遣いありがとうございます。行ってまいります。しかし、これは遊撃隊の任務か？獣を興奮させたのは誰だと思いますか？それは…そうか、帝国の仕業か。だが、帝国兵の侵入は報告されていないぞ。きっと、旅人の姿で工作をしたのでしょう。おそらくは、リュンヌを抜けて。なんと卑劣な。